あとは焼酎で消毒しちゃうんじゃない、ウイルスが入ってきても。無症状の方、石川県お越しをいただければね。コロナウイルスがドーンと入ってみてます。無症状って形で緊急事態宣言を発出いたします。万が一にもやっぱ気を緩めることがあってはいけない。ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンス、アルカイダと関係があるのかとか要は爆弾作ってね、爆弾作ってねえんじゃねえかそういうことですね、具体例を挙げるとね。バンライファーって呼ばれる、車の中で生活もして仕事もできて旅もできるっていう。りんちゃんやってる？あのアメリカ式なのに、意味わかんないところで日本の文化持ち込んでくるもん。なんていうんだっけ、そういうの。亭主関白って。あ、それそれそれ、亭主関白、それそれ。来年以降の続投とかに関してはどういうふうに。この場で聞く話じゃないね。県知事選挙に挑戦をします。新しい日本の政治に、君らの仲間、長谷博士を。逃げてるから、日本のやり方に。私はそういうタイプじゃないんです。無理無理、あれは無理。王様タイプの人間だから、どっちかっていうと。まさに天皇を中心にしている神の国であるぞと。こんな感じで動かそう、春の石川新時代。